このペースで一人一人行くのか、先生のそのリクエストとしてメンタル面の話っていうのがちょっと今も混ぜ始めたんですけど、そのそういうのをちょっとするのか、もうちょっと見てもらう、どっちがいいか、もうちょっと何人か見てもらいたいな、ね、見てほしくない人じゃあ、今からもう一個だけちょっと簡単なエクササイズを挟むので、その後には最低3人パッと手を挙げてくださいね。いいですか2分で終わるエクササイズを紹介します。皆さん座ってください。ごめん、さっきからコールをかけて。さっき の, あのこうとか何人かのところでちょっと話で出てきたんですけど、股関節ってどこなんでしょう、それちょっと実感できるんですよね。これ授業中にもね、上手くなったら授業中にも誰も気づかれずにできるんですよ。腰痛さよならエクササイズ腰痛さよならエクササイズ、こう授業つまんなくなってくるとさ、つまんないってなるじゃないですか。さあとかさ、こってんの先生英語とか英語あんまり先生のことうざいって言うのひどいじゃない、何の話だっけ、腰痛せんないこうでも先生がちゃんとしようとか言ったらどうなる、こうならない、皆さんとびきりいい姿勢してください。いい姿勢してないでもいいよ、いや無理しない。で、これ何分持つ、10分後どうなりますかですよね。ってことはさ、こっちの方が本当じゃん。10分と持たないならそんなのいい姿勢じゃないでしょ。だから方法がなんかね、無理があるんです、間違ってるんですよ。なので腰痛とさよならしたいとき、そして本当のいい姿勢をちょっとしたいときは、第一歩は無理やりないい姿勢をやめて存分に崩してください。それ持たれちゃってもいいです。はあ、いいね、気持ちいいですね。笑顔が見えました。そしたらちょっと頭ここに頭あるでしょ。ね、OK、そしたら、ね。胴体を前に倒します。こう上にやるんじゃなくて前に倒す。ズリ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 と前に倒します。そしたらこう肘が膝の上に乗るでしょ。で頭を垂らしてもいいし。で今ね、実は背中伸びてるんですよ、結構。崩れてないし曲がってないんですよ。で楽でしょ。なので、あとは後ろに戻るだけ、ただ後ろに戻るだけで、顔が前を向いたら終わり。そう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 、今誰も思いっきり崩れてない。さっきの一番最初の状態に戻ってみたら、でもこうはならなくなったけど無理してなかったでしょ。だからもう一回やってみましょう。胴体をただただこう前に倒します。前に倒す、そう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 。で頭垂らしてもいいから、ちょっとこう休んでみると背中が伸びてますよね。だからいい感じです。せっかく背中伸びてるので、もうそのまんまただ後ろにズリ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 とやって、顔が前向いたら終わり。それ以上後ろに行かなくてもう終わり。そうそうそう。で周り見て、誰も大崩れしてない。あ、それだけ見て、まあいいや。そんなに崩れてないね。結構すっと伸びてるでしょ。今どう？腰とか背中とか。
楽でしょ。その状態なら持つじゃん。だからこんな感じにならなくても授業をちゃんと受けれるわけよね、この状態で。で合奏中とか練習してるときに、なんか背中疲れてきたな、なんかああとなってきたなと思ったら、第一歩は崩しちゃう。で、股関節からずりずりずりと前に前に顔を体を倒します。そしたら背中が休まるので、あとは後ろに乗る。で、顔前向いたら終わり。それ以上後ろに倒す。今、なんかちょっと前のめりに感じるかもしれないけど、周りの人たち見てたらそんな前のめりな人いないでしょ。ってことは自分も大丈夫。背中が自然に伸びてくる。今で、これを先生にもバレないように、あるいはあの電車で座ってて怪しまれない程度の時に電車の受けどうやるかって言ったら、ちょっとちょっと前に戻します。で、そのままちょっと後ろに戻します。で、顔を見るとちょっと前に戻す。戻る。ちょっと前に戻す。戻る。動かす場所は一番下なんです。本当に椅子のもう椅子の間近、お尻というよりも椅子ほぼ椅子のあたりに関節があるので、下からちょっとだけ動かして、下の方からちょっとだけ動かして、そうそうそう、ちょっとだけ動かして、で戻る。今どこ、これ使います。本編。部屋がこっちでシーンとなったら、みんなのテンションは落ち着いたんですよ。僕のかもしれないんですけど。だから本番前とかも、こう、ふんふんってなってきたら、ちょっとこういう目当てみるとか、椅子のところから少し前、後ろ、前。後ろっていうか、前にちょっと倒して戻る。前に揺らして、前に出して戻るってやってると、姿勢を支える本当の筋肉が自然と働いて楽に座れるし、息も出やすくなるし、体全体ちょっと落ち着いてきます。普通の授業でそんな感じでゆっくり喋ったらみんな寝るじゃん。まあそんなに眠そうな人がいないからうまく OK。 これが腰痛さよなら兼楽で自然な姿勢になるためのエクササイズでした。ぜひ使ってください。じゃあ個別コーチングに戻ります。やってほしい人手挙げて。 1,2,3 おー出てきた、あれ結構出てきた。じゃあもう一回手挙げて。ちょっと一回やったから、まだ一回も一緒にやってないから、先輩も、あ、ちょっとやった。まずその人